道内で業務スーパー7店舗を運営する神奈川県のスーパー運営会社、ケヒコから業務スーパーの従業員への給料が支払われていなかった問題、労働組合はストライキを解除して営業を再開した後の売上金をもとにきょう、未払いとなっていた従業員への給料分をすべて支払ったと発表しました。給料分の総額はおよそ1000万円だとということです。 東京商工リサーチによりますと、ケヒコはおよそ8億円の負債で、今月23日に破産申請をしましたが、組合側は、利益が出ているのに破産申請をするのはおかしいとして、会社側に団体交渉を申し入れています。